米国債売りは終わり近い。FOMC 利上げ終了へ向け調査。ブルームバーグ。リズカート・マッコーミック。マイケル・マッケンリー。2023年11月2日9時53分 JST。更新日時。2023年11月2日11時11分 JST。調査対象のほぼ半数、米金融当局の追加利上げ予想せず。市場を動かす中心的役割は金融政策から連邦財政にシフト。米連邦公開市場委員会、FOMC が、数十年ぶりの積極的な利上げ策の終了に近づいていることから、米国債売りは終わりに近いようだ。同時に、米国債市場を動かす中心的な役割は、金融政策から連邦政府の財政赤字の規模という別の要因にシフトしそうだ。同時に、米国債市場を動かす中心的な役割は、金融政策から連邦政府の財政赤字の規模という別の要因にシフトしそうだ。1日の FOMC 政策決定後に実施したブルームバーグマーケッツ、ライブ、ムレブ、パルス。調査でこうした市場の見方が示された。1日の米国債相場はこうした楽観論が強まる中、今年最大級の上昇を記録。10年債利回りは約20ベーシスポイント、BP、1BP 0.01%、低下し 4.73% と、3月以来最大の下げ幅となった。トロー、キャピタル、マネジメントの創業者、スペンサー、ハキミアンウジは、2024年に向けて、米国債のリスク、リターンはまずまずだ。経済活動が減速し利下げが実現すれば特にそうだと述べた。調査回答者160人のうち半数近くが米金融当局の追加利上げを予想しないとし、今のサイクルの次の動きは景気減速に伴う政策緩和だと予測した。1980年代初頭以降で最も急激な米利上げを背景に、米債券相場は前例のない3年にわたる下落局面にあるが、今回の調査で示された見方は、この下げ局面に収縮が打たれようとしているとの楽観論の広がりを浮き彫りにした。急激な利上げで債券価格は大幅下落し、10年債利回りは、新型コロナウイルスのパンデミック、世界的大流行、期の底から4ポイント余り上昇した。現在の水準は、利回りが再び上昇に転じた場合に、価格への打撃を和らげるのに十分な利払いをもたらすと広く受け止められている。プジムフィクスト、インカムのグレッグ・ピーターズ共同最高投資責任者、CIO、ブルームバーグテレビジョンの番組で、今の債券市場には途方もない価値があるとコメント。だが、長期金利が短期金利を下回るイールドカーブ、利回り曲線の形状を考えると、長期債を急いで買う必要はないとも述べた。FOMC は引き締め策が雇用と経済成長の足かせになり得るとしながらも、追加利上げが必要になる可能性を排除しなかった。パウエル連邦準備制度理事会、FRB、議長は会合後の記者会見で、12月にどう行動するか当局は決めていないと述べ、利上げを再び見送ったとしても、必ず下引き締めサイクル終了を意味するものではないと付け加えた。BNY メロン、インベスター、ソリューションズの責任者シネード、コルトン、グラントージは、FOMC があと1回、おそらく12月に利上げを実施する可能性はわずかにあるとの見方を示した。
米財務省は1日に四半期定例入札計画を発表し、10年債と30年債の発行規模拡大ペースを鈍化させた。シタデル・セキュリティーズで金利トレーディング担当グローバル責任者マイケル・デ・パス氏は、発表された発行額は予想より若干少なかったが、それでも市場が吸収しなければならない供給量は膨大だと語った。ムリブパルス調査は FOMC の決定発表直後にブルームバーグの端末ユーザーを対象に、ブルームバーグのマーケッツ・ライブチームが実施した。ムリブブログは同チームが運営している。日本の若い世代、インフレで。株式投資に前向きに新ニサに関心。ブルームバーグ。我が妻あや。2023年11月2日12時38分 JST。新たな資金が株価を押し上げ、より多くの投資家を呼び込むとの期待。SBI 証券では月当たりの新規NISA口座開設が約10ヶ月で 84% 増。貯金の伸びが物価上昇に追いついていないと枝七葉さんが気づいた頃には、都内で販売される弁当の価格は2倍近くに跳ね上がっていた。そのため、コンサルタントの枝さん、26、は、新たに提供される非課税の投資手段に、より多くの資金を振り向けることを決めた。株式はこれまで日本の若い世代に敬遠されていたが、楽しみしていると枝さんは語った。需要の増加や賃金上昇、サプライチェーンの混乱でコスト増は世界各地で生活の一部となっている。だが、企業が過去数十年にわたって値上げを避けてきた日本では、約40年ぶりの水準に達したインフレ率が衝撃を与えている。枝さんのような若い世代はこうした状況にますますうんざりしている。より古い世代の人々は、貯蓄の半分余りを現金、預金においても購買力が低下することはなかったが、若い世代は資産を増やすか、少なくとも目減りしないようにするための方法を探そうとしている。日本の当局にとっては歓迎すべき変化だ。1980年代のバブル崩壊後の失われた10年が残した傷を拭い去ろうとし、過去30年間にわたって個人投資家の株式投資を促してきたためだ。日本政府は少額投資非課税制度、NISA の改正といったこれまでで最も大胆な計画を進めようとしている。こうした波が広がれば、貯金を美徳として投資に消極的だった傾向は変化する可能性がある。新たな資金の流入が株式相場を押し上げ、より多くの投資家を市場に呼び込むことにもつながる。こうした期待はすべて、NISA がさらに普及するかどうかにかかっている。NISA は2014年にスタートしたが、制度改正で24年から始まる新NISA では投資手段としての魅力が増す。非課税保有期間が無期限化され、年間投資枠は従来の最大3倍に増える。生涯投資枠も2倍以上になる。岸田文雄首相は2年前に就任した際、家計による投資の促進などで成長を刺激する新しい資本主義を掲げた。この政策は、貯蓄から投資へのシフトの促す方法をめぐる競争の促進で、国内の資産運用業界の改革につながった。こうした取り組みは政府だけではない。YouTube で40万人余りのサブスクライバーを抱える20代のインフルエンサーポンチヨさんは、新NISAの活用を促している。自分年金のようなものを作ることができるため新NISAは魅力的だと、
ブルームバーグに語った。すでに変化は数字に表れている。日本証券業協会によると、一般と積み立てを合わせたNISA口座数は、23年上期に110万口座増え、22年全体の増加分の 50% 余りにすでに達している。世代別では30代の新規開設が最も伸びた。積み立てNISAの累計開設額は同期間に3分の1程度増えた。同協会の直近のデータによると、NISA口座数は6月末時点で1290万口座。SBI 証券では、制度改正の詳細が発表された前後の22年11月から今年9月末までの期間に、1ヶ月あたりの新規NISA口座開設が 84% 増えた。楽天証券では4月だけで、積み立てNISA口座の開設が300万口座に達した。両社とも、より多くの投資家を呼び込むため売買手数料を無料化している。日本では株式の最低売買単位が100株に統一されており、個人投資家がネガサ株に投資するハードルは高い。このため、企業は個人投資家により購入しやすくするよう取り組んでおり、株式分割の発表は、少なくともこの5年間で最速ペースとなっている。NTT は7月1日付で1株を25株に分割。分割前には、NTT 株購入に約40万円が必要だったが、分割後には約1万6000円から買えるようになった。スタートアップ企業も同様の準備を進めている。ウッドストックの取引アプリウッドストッククラブでは、1000円から投資が可能で、ユーザーは専用フォーラムでポートフォリオの内容を共有できる。若い人は投資しない。やり方を知らないため近寄りむずいとブライアン・ユン共同創業者は指摘。他の人から学ぶことでユーザーは自身の資産形成のプランを自ら管理できると付け加えた。政府は、高校で金融教育を必修化するなどの措置も講じている。金融庁は、一般公募で選ばれたキャラクター積立ワニーサを積立ニサの普及推進に使っている。ニサの利点にもかかわらず、普及に向けたプロセスは遅かった。アナリストによれば、当初のニサ制度はあまりにも複雑なため期待されていたようには浸透しなかった。投資はギャンブルだとの認識がある中で、日本の若者は年配の親戚や親からアドバイスを求めることができなかった。懐疑的な見方は根強い。フィデリティ・インターナショナルが7月末に実施した調査によると、回答者1万人のうち約半数が、NISA制度は知っているが、投資方法や投資対象、仕組みについて不安があると答えた。緩やかではあるが、今回のトレンドが持続可能なものだとアナリストらは認識している。クテ、アセット、マネジメントのロンドン拠点で約1000億円を運用するファンドマネジャー。サム、テリー氏によれば、インフレ更新とNISA制度の改正は、ついに個人投資家を市場に呼び戻すのに十分なものになる見込みだ。これは極めて大きな変化であり、非常に異なる環境だと語った。